寒すぎる。今朝の6時21分です。朝日は出てないんですけど、これからクルージングして、そうですね、コーヒーでも買って朝日が出てきた頃にまあゆっくりする感じで行きたいと思います。いや、今日冷え込んでるんですけど、クルージングするんでどうせ暑くなると思います。なので最初に温まって白湯を飲んで内側から温めていきます。もう11月後半に入ってこんな朝早くからクルージング、本当はしたくないんですけど、土日の朝早くは特に関東は人が少なくてクルージングしやすいんですよ。ちょっとでも明るくなったりしたら人通りが多くなって、範囲的にも精神的にもきついところがあるんで、そこはまだペニーボードはまだストリート文化が残っているっていうところありますね。まあ途中でホットコーヒーでも買ってほっとしましょう。お、僕のジェット機が控えてますよ。よいしょ。よいしょ。はい、クルージングスタートです。朝早くて人の気配はないんですけど、道が狭いので、しっかりと周囲を確認しながらクルージングしています。かなり肌寒かったですね。はい、はい、桜坂、素晴らしい景色なんですよ。で、ちょっと今画角を狭くしてるのはちょっといろいろ理由があって、いいですね、この秋を感じるクルージング。あの画質の設定ちょっとミスって、なんか全部スローモーションビデオで撮ってしまってたんですよ。だから画質がちょっと落ちてるんですよ。人が少なくて気持ちがいいです。でこっから坂なんで、くねくねしながら坂下りたいところなんですけど、やっぱ都内はいつ人が飛び出してくるかわからないんで、歩きます、こういう時は。やっぱり独り占めできそうなんで下ります。結構スピード出ますね。ちょっと路面が悪かったんで外しました。フットブレーキは基本したくなくて、足をポンポンとやって減速させますね。景色を堪能しながら都内を満喫しています。後ろからちょっとバイクが来てたので、ちょっと道を外れて歩道を歩いています。今日の目的は河川敷まで行って、まあ、朝日を眺めるっていうところです。いや、この辺りすごくいいですね。なんか風情がありますね。はい、ここもちょっと道がガタガタなんで、ペニーを持って歩いてます。少しずつ体が温まってきましたね。こうか、道がゴツゴツしてるんですけど、ちょっと避けながら段差を、ほらちょっと避けてるの分かると思うんですけど、はい、ちょっと黒いの踏まないようにやってますね。あ、こう改めて見るとすごく気持ちのいい動画ですね。はい、いや、いいですね。東京にもこういう場所があるんですよ。犬がもうすでにペニーに気づいてるんですよ。前のこっちを興味津々で見て、ちょっと今鳥が飛びましたね。ほら、興味津々なんだけど怖がってるみたいな。柴犬は可愛いですね。いいですね、この滑走音と小鳥のさえずり、冬の薄暗い朝、完璧です。落ち葉もいいですね。いや、今日は土曜日の朝なので、東京とはいえ人が少ないです。久しぶりにこういう明るい時に
気ままにクルージングしましたね。はい、パンピング、コンビニもこうやってこの僕取っ手があるんですけど、取っ手っていうのかな、指に引っ掛けるやつを作ってるんで楽なんですよ、買い物も。早速コーヒーを買ってまたあと少し乗っていきます。こういう画面って皆さん酔いますかね。あ、この踏切確かいい感じでしたよ。踏切沿いの道も、ちゃんと路面が舗装されていてかなり気持ちよかったですね。ここパンピング見ていただければ分かると思うんですけど、ちゃんとノーズ側が振り子になってくれて、テールの方が固定されてますね。でここもしっかりと左右を見ていきます。もう警戒さえしてればクルージングはちゃんと楽しめるんですよ、街でも。多摩川の河川敷に着きました。いい景色だと思いますよ。結構ランナーたちもたくさんいて増えてきましたね。こっち路面が悪いですね。こっちにしましょう。到着です。はあ、疲れた。後ろ独り占めじゃない？いいですねこれ。向こう行き止まりだし。実はこのスポット夜になるとスケーターが増えるんですけど、僕は朝早くから来て楽しんでますよ。缶コーヒーを三脚にしてパンピング練習取ります。いやもうしばらく遊んだんでちょっと残り飲んで帰ります。マジかよ、犬のうんこ踏んだよこれ。なぜか上に乗り上げてきてるんですよ。
嗅いだらマジ臭かったです。帰ります。はい、買い物も済ませて帰宅してます。これかなり便利ですよ。マイバスケットで朝食買ってきたんですけど、まあ朝食は今抜いてて1日2食生活なんですけど、よし、じゃあ帰ってきました。この後ゆっくりコーヒーの余りを飲んで、こいつらもうんこを拭き取って帰りたいと思います。帰りたいってもう帰ってるんですけど、まあ一息したいと思います。在宅ワークなので基本的にのほほんと、いや足についてる、あ大丈夫ですね。